ライズ、新女王は、エリカ、猛攻で明かりを返り討ち。ライズ、159。2022年、6月24日、金東京、後楽園ホール。メインイベント、第10試合第2代、ライズクイーンミニフライ級、49kg、王座決定戦、3分、5R、無制限延長ある。かけるあかり、ターゲット同級1位。 判定03、034850 47、4749 46、4650。丸エリカ、名前の後ろに、ハートマーク社員、沖縄同級3位。エリカが、新王座につく。あかりは、ジュニア時代から、第2代、ライズクイーンなど、五冠王の、上村エリカに憧れ、教えを濃い、上村の遺伝子を継ぐ、女子ファイターで、2019年9月大会にて、 プロデビューを飾り、2021年3月のミニフライ級ネクストクイーントーナメント2021で、宮崎若菜大倉萌えを破って優勝。初代ライズクイーンミニフライ級王者、寺山実機に挑戦したが、判定 304948×3 で敗れた。今年4月の第2代ライズクイーンミニフライ級王座決定トーナメント準決勝では、 宮崎若菜との3度目の対決を制して、王座決定戦へ駒を進めた。戦績は9勝 1KO2 敗。キャッチフレーズは美脚炸裂シンデレラ。エリカは沖縄在住の選手で、パンチャンリナとは練習仲間でもある。2020年8月のレベルズに参戦し、 平岡ことからワンクロワセの勝利をもぎ取ると、10月のライズガールズタワークイーン・オブ・クイーンズ2022参戦。1回戦で寺山実機を相手に猛攻を見せ、延長戦で敗れるも寺山を苦しめた。2021年2月には、百花から NJKF ミネルバートム級王座を奪取。 12月にかりから勝利を収め、王座挑戦が内定していたが、2月に宮崎若菜に敗れて、一歩交代した。4月のトーナメント準決勝では、大倉萌えを膝蹴りで TKO に破っている。戦績は11勝、3KO2 敗。3人の子供を持つシングルマザーであり、キャッチフレーズは3時のヒロイン。 両者は2021年12月に対戦し、この時は延長戦の末にエリカが勝利を収めている。エリカが帰り討ちにしてベルトを沖縄へ持ち帰るか、それともアかりがリベンジと王者獲得に成功するか。寺山実機に続く王者はどっちだチ r ジャブをつきながら右インローを蹴っていくアかりに、サウスポーのエリカもジャブをついて左インローを返す。 ジャブから左ストレートのエリカ。アカリは右ミドルを当てるとワンツーを繰り出す。二人ともジャブが多め。そこから左ストレートを伸ばすエリカ。インローを受けるアカリ。アカリもワンツーを当てに行く。ニアールエリカは左ストレートを顔面とボディに打ち分けていく。左フックも交えて左のパンチを次々と命中させるエリカ。アカリは右を打ち返すがエリカの左のパンチを被弾。 カリは前蹴り、右インローを蹴けるが、パンチの打ち合いになると、エリカが的確に当てていく。3R、エリカは左のパンチに加えて、ボディへの膝蹴りも突き刺す。押されるカリは前蹴りでエリカを転倒させ、右肺をかすめるが、エリカの突進は止まらない。左ストレート、左フックでどんどん前進してくる。カリは前蹴りと左フックで迎え撃つ、右ミドルを蹴る。 エリカのパワーに押されるあかりだが、膝を入れる。手数を出すエリカに被弾するあかり。4R も左を繰り出しながら、前へ出るエリカ。右ミドル、前蹴りで応戦するあかりだが、エリカの突進は止まらない。ロープを背負うアかりに、エリカが打ち合いを仕掛け、あかりも打ち合う。しかし、前へ出るのはエリカ。前へ出すぎて、バッティングになってしまい、試合は一時中断。 打ち合いに来るエリカに、あかりも打ち合うが、パワーと勢いと手数に押されるのは、あかり。手打ちのアかりに対し、エリカはウェイトが乗った左を打つ。あかりの右ストレートも、エリカの顔面を捉える。ゴアールも突進する、エリカ。あかりは前蹴りと右ミドルで対抗するが、エリカは左ロー膝も交えて、左ストレートフックで襲いかかる。パワーに押されるアかりは、かなりの消耗が見える。 アカリも右ストレートをヒットさせるが、エリカの勢いに押されて、組まれると、組み負けてしまう。最後は打ち合った両者。ライズ、三次のまま戦士エリカが、怒涛の攻勢で新女王に、アカリの美脚は炸裂せず、ライズクリエーション株式会社、格闘技イベント、ライズ159、2022年6月24日、金東京後楽園ホール、 メインイベント、第2代、リシークイーン、ミニフライ級、4 9ラム王座決定戦、3分、5R、無制限延長である。あかり、ターゲット、同級1位。判定、0348、50、47、49、46、50。エリカ、社員、沖縄、同級3位。エリカが、新王座につく。フォト、新女王の座を巡る戦い、エリカと明かりの激闘ハイライト。 アカリは美脚炸裂シンデレラの愛称で長い手足を生かした打撃が武器。これまで一度タイトルに挑戦したことがあるが寺山実機に敗北。今回は念願の王座大感を目指す。対するエリカは強靭なフィジカルで前に出続ける下がらない勇猛なスタイルを武器に持つアグレッシブファイター。両者は昨年12月に対戦し延長判定でエリカが勝利している。 今回は、寺山実機のベルト返上を受け、赤いライズクイーンのベルトをかけて再戦する。1R から中央を取るアカリが、左ジャブから右ロー、ミドルを蹴る。サウスポーのエリカは、右ジャブを伸ばしつつ、左フックへつなぐ。2R、アカリが前蹴りで牽制するが、エリカが圧力を強め、左右のフック、左ストレートを容赦なく放っていく。3R と 4R も、エリカの勢いは止まらない。 手数を増やし前進するエリカに対抗し、アかりが得意の前蹴りでエリカのバランスを崩す場面も見られたが、エリカは下がることなく左右のフック、ストレートで攻め続ける。最終5、R、アカリかりがエリカの前進に合わせて、左フックとカウンター狙い。しかし、これでもエリカは前進を止めず、ロープにアかりを詰める場面も見られた。意地をぶつけ合った両者の決着は判定へ。 判定は三者ともエリカを支持終始前にで続けて構成したエリカが王座を体感した。赤いベルトを巻いたエリカは勝利者コメントで圧倒して勝ちたかったです。結果が出て良かったです。ライズチャンピオンとして最強を目指して頑張ります。このベルトの価値を高めていけるように頑張りますと語った。